Galaxy Note 5はホームキーをダブルクリックするとカメラが一発起動するようになってます。やってみますね。非常に早いですよね。で、ちなみにこういう暗い画面からも起動します。こういう場合でもロック画面をバイパスして速攻で起動しますよね。ホームキーをトリプルクリックすると片手モードになります。ね、こういうふうに片手モードになると。で、こういうふうに左に寄せることもできます。で、もう一回トリプルクリックすると元に戻ります。こういうふうにね。